好きなニュースや番組の感想を書いて、ブログにアップするだけで、月百万以上の収入を得ることは本当に可能なのかはい、可能です。それでは、ダウンジャケットの方をご紹介しましょう。この方です。 ダウンジャケットです。黒いダウンジャケットの山です。どうこそお越しくださいました。何をそんなにビビっているのかしらね。ビビってはいませんよ。全然。意外と君との距離は近いかなって思ってたんだけど。当たり前じゃないです。一番どんだけ好きなの？二番どんだけ怖いの？さ選んで。ブー！一番。はいよし許そう。大好き。分かったはい。始まるめぐみさんです。なんとゲストです。 ごめんねみんななんだか分かんないけど一番最初のゲストに呼ばれましたそうなんですよ本<当>この番組始まったばっかなんですよかっこいいね仲良しの入野くんとかさいいい,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 かいいな <laughs> メるさんが来てくれただけでもう本当にこの番組はもう安泰ですねそうですね <laughs> <laughs> 本当に思ってんのかな <laughs> <前>思ってますよ いやで、うん、初ゲストが林原めももんだねといやでも本当にあのリスナーさんもしあの知らなかった情報っていうかうん、うん、あの本当にだって私も昨日聞いたんだもんびっくりしちゃったえっ何の話、まあ、こびって思ってほんとにでも回は違うけどさね お互いキングでしょそうですよ回は違うけどね、うん、スタッチャーとね違うんだけど同じレベル多分そのキングさん絡みなことなんだと思うのよわかんないけどうん、うん、なんだけど急にどうすえっおや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 みたいないやいや いや、いくらキングとえでもね。昨日の今日で林村めぐみをブッキングするなと大丈夫、あの空いてたから。優しい。フラッと来れるんですか、このっで。フラッと来るよ。じゃあ来週もフラッと来ようかな。ウソウソ、そんなこと言うとね、嘘つきになっちゃうから。来週は来ない。だって本当に宣伝なしのゲスト。そうだ、びっくりしたけどどうせならさ、キャンペーンの時呼んでくんないかな。いやもうそう思いましたよ。どうせ。何しに来たの私。物物物。あの来て。 くれるみたいなやってるんだよみたいな話はしてだからいつか来てくださいみたいな話はしてて、ね、だからそういうタイミングで来てくれるかなと思ってひどいんだよみんな「あのポケモン」のスタジオでね今一緒ですけどね、うん、なんか宮野君のねラジオなんか呼ばれてるよ私って <laughs> えっ本当ですか?」ってあのなんだろう一瞬にして体が硬直したからねあなた <laughs> 喜びの顔じなくて<か>まずビクって <laughs> 顔,顔は笑顔なんだけど宮野守スマイルなんだけど体がガキンってなって。<laughs> 正直だないちちちゃゃゃううう怖いのかそうなのかあでそうなんですかってなって「じゃあその時はお手柔らかによろしくお願いします」なんて言ったら「昨日僕にメールが来て」「さぞやビビってることでしょう明日ゲストに行くよ」みたいな「ビビんないでね」ってメールが入ってて「いやそんなメールビビるわ」っつって何が私こんなに人をビビらすんでしょうね。いやだってももううそれは 単純にキャリアかな。何からか。いやもうそれはそうです。だ僕僕なんて本当にこのラジオ番組十一回目ですもん。さっき話したミグさんは二十年ずっと。あ千百回超えちゃったんだね。ゼロが二個違うね。そりゃピビレでしょそれはピビるでしょう。なるほど。そりゃそうですよ。数字の問題？数字の問題大きいですよ。あそっか。うん。わかりやすいから。千百回の違い？そうですよ。十一回と千百回の違いただ単純にそういうこと？大きすぎるは違いが。 だってもう2年ぐらい一緒に番組やっててさいやー楽しませていただいてますよボケかましてる林原さもちょこちょこ見てるでしょはいあの、ま、毎回現場で楽しませていただいてだいぶちょっとこの人危ないなとか <laughs> ちょっと僕も手を差し伸べてあげないといけないかもしれないなって思うような時もあるでしょそうですねあのやっと忘れ物を届けられるようになりました <laughs> 助かってるよ本当にね。メグさんが帰ると椅子の上に何かが置いてある。そうそうそう後ろ見なさいっていまだにみんなに怒られます。そうできないこといっぱいあるんですけど。それをミキさんと僕で挟んでサポートする。助かってますどこまでねちゃんと僕もね。ねちゃんとなりましたね関係をこう気づきましたよなのに手に汗握ってますからね。しょうがないそれも。しょうがない十一回と千百回だもんね。数字の差があるので。これ何回も言ってみようか。はい。ラジオでこうトークするのも久しぶりですし。そうだね。 ぶっちゃけさ、昨日の今日呼ばれてさ、うん、聞きたいことある?うん。<laughs> そういう話よね、二人でなんかおしゃべりしましょうってことでしょ今回のコンセプトは何ですかってさ。あ,あります。ないじゃない。やっぱラジオの極意とか、じゃあ、き、極意。<laughs> ラジオの極意。千百回やってきたラジオの極意、やっぱ、僕は学んでいきたい。なっていう学んでいきたいな、十一回と千百回の違いをね。もうね、コツコツしかないですね。<意> <laughs> ただただコツコツ小さなことからコツコツとそうです。であと思ったことは思ったこととしておしゃべりするんですけど、うん、ちゃんとなんだろう喋ったことに嘘がない方がいいですよね。<ー>なんかほらノリでさ面白くななと思ってさ行ってみちゃってあーあれ違ったなみたいな。コツコツ行こうコツコツ。なんか俺先週嘘ついたばっかり。うん、じゃあ嘘つきましたって次の週言えばいいのよ。<laughs> あれは僕の嘘でしたって言えばいい。<laughs> 知るわー。なんでそうなの？そっかー。うん、ちょっと僕持って喋っちゃう節があるの。わかる。<laughs> 知ってる。<laughs> ちょっと面白くしちゃうんでしょ？<laughs> わかるこんなことだったらさほんとにさこれくらい盛るつもり指でわかんないか親指の爪ぐらいさ盛るつもりだったのにさ話してるうちにテンション上がっちゃってさ気が付いたら原稿20個分ぐらい盛っちゃったりとかして身動き取れなくなっちゃうのねそうなんですそれそれで面白いからい回。かそういうことばっかりなんでちょっと今しみましたしみましたあの本当のことをだってね多分ほら表現してる宮野守っていうのは例えばライブ行ったりとかさ作品見たりとかさすれば出会えるけど素の 多分宮野真守を聞きたくてしょうがない人たちが聞いてるわけだからさ。うん、めっちゃうなずいてるおさださんが。そこでなんかさ。のあの普段は僕こうだよっていう人なのに。僕だとか、こと急にやられてもさ。<laughs> <laughs> ちょっとうなずきすぎでもな。参加したら、そこで喋、ね、っていいよ。<laughs> でもできないんですよね。なんなんですか、でも逆にスイッチが入っちゃうとか、これもス,スノーボックってこと。ですかあそうなんじゃない。あ、それはそれで楽しんじゃってるんだろうね。きっとね。 面白いね。持っちゃうんだよな。持っちゃうね。うん。ななんかね、醤油のつけ方の話とかもね。うん。何？べっちゃりっちゃうとか。べっちゃりなんですよ。それリアルべっちゃりなの？リアルべっちゃりなんだけど、もうその言い方だよね。ああ。もう醤油の海にべっちゃべっちゃくる。見せてごらんそんな食べ方。本当に見せてごらん。 やってるんだな。私の,前で私の前で寿司屋連れてくぞ。<laughs> ほら。こんなんなってやってるんですよって言っちゃう。うゃうのね。まあ言っても一緒にラジオやってる星シソウイチ君ってい人いるんですけど、はいはい、あの人そばね、あのぐっちゃぐっちゃつけますから本当に。私 <laughs> 叱ったことありますよ。<laughs> ぐちょぐる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 って来まして。<laughs> それおっさん本当にやんの。総責、うん、めしたからねみんなで。<laughs> 番組で。<laughs> そばに失礼だっつって <laughs>。やばい。そばこに謝れって <laughs>。<laughs> 箱に謝ってほしいさんみたいは。え、なんでですか。答えない。なんでですか今答えない。それも彼の味ね。俺ご飯一緒いって大丈夫から。大丈夫ですよ。本え、醤油あの三回つけた時点でなんか急成ると思いますけどね。ちょっと。三回？三回で。べあら表や。だって醤油の海なんでしょう。ちょんちょんパクじゃないでしょ。ちょんちょんパクじゃないです。べちょまずひっくり返してべちょでしょ。そこまでは許す。あ本当？べちょ べちょ、べちょいった時点で許さないねじゃあ餃子は食べれないかもしれない <laughs> での前でえ,え、でも餃子食べたじゃん、一緒に食べてるけど、うん、ちょっと猫かぶってるかもしれないですねあーるほど。でも俺やってる気がする、パク食べて、うんうん、パクって半分食べて、その中に俺醤油注ぎ込んでますそれは起こないあの一緒に暮らしてるわけじゃないから大丈夫 <laughs> よかった一週間に一遍ね、番組の後にお昼食べるときに,食べにってるねー。餃子にすごいつけてるなぐらい <あ>それを目の前で毎日やられる人になった時点でなんか人が変わるかもしれないけどそれはないから大丈夫<な>い自由にしてあじゃあ週一なら大丈夫 1> 週一耐えられる <laughs> 週一耐えられる <laughs> <laughs> あ黙る少し、はい、大丈夫です <laughs> 何に酔っ払ってるのなんろ水ねえ 本当に汗かいてるの見せてあげたい、はい、みんなに鼻水まで出てる <laughs> 大丈夫かな<ー>うん。僕でも本当にこう、うん、いつもこう大したことを言えないですよねうん、うん、<laughs> なんかう悩みそう,そうだ。<laughs> いいよでもそんな大したことみんな求めてないから大丈夫あなたに普通に喋ってくれればいいのよ <laughs> そんな大したこと求めてないよ私も求められてないよ <laughs> ごめん泣かせちゃったまた泣かせちゃった。<laughs> 何もないんですけどね、うんうん、頑張ってこう喋ってるんすけど。<laughs> 1> <laughs> 私1回目のゲストでよあ良かった今日私ミヤの守るを向キに来たんだねきっとね, <laughs> ねこれから長い時間こういろんなこう逆にリスナーのみんなに育ててもらわなきゃいけないミヤ<う>の守るに対し格好つけなくていいのよっつってバリ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 って。そのあなたはみんなに。恥ずか恥ずかしい。<laughs> 難しい、ね、パンのみんな脱がせたよ。やばい大丈夫、大丈夫、こ、じゃ十二回目からはどうなるんだろう。もず<ー>きに行こうよ。本当の世界。嘘ついちゃった。<laughs> 嘘ついちゃった、<laughs> 嘘ついちゃった。嘘た、嘘 <laughs> 普通のトーンで、ね。大丈夫です。大丈夫です。チャンネル登録をお願いします。P. C. の方は右下アイコンをクリックスマホの方は下のチャンネル登録をクリックしてください。